昨日さ、遊びに行ったの実はフブミコメットなんだけど。また遊びに行ったんだけど。行きたいご飯屋さんがあって、それをね、行ったりとか、いろいろね、遊んできたからまた今度話すわ。コンセプトカフェって、コンセプトカフェじゃないよ。なんかね、お魚を釣って、食べるところみたいのがあって、それがめっちゃ楽しかった。釣りやったこと一回しかなくて、めちゃくちゃ楽しかったよ。釣り堀があって、そこで釣り竿で釣るの。で、その釣ったやつを店員さんに渡して、アジフライとかにしてくれるの。スバルちゃんが行ったとこ、あ、そうなんだ！え、ホロメンで流行ってんかな？なんかフムさんにさ、おすすめされてさ、行きたい！行こうよってなって行った。メコチ釣れた？釣ったよ、一匹釣った一匹。エビをね、スイちゃんが食べたいって言ってて、エビはさ、逃げないじゃん。逃げないからさ、引っ掛けるんだけどさ、もう、ミコね、エビ苦手かも。伊勢エビみたいな。なかなかでかいやつで、食べるのは好きなの、食べるのは。美味しいじゃん。食べたいなと思ったんだけど、もうビジュアルっていうか生きてる、足とかが苦手で、なんかミコが網役だったの、スイちゃんが引っ掛けて、もうスイちゃんが持ち上げてる最中にミコが網で突くんだけど、網が小さいわけよ。もうそんな、めちゃくちゃ近づかないと、もう入らないじゃんと思って、めちゃくちゃビビりながら、顔ガンギマだった。ああ、やだー、小さき網だったわ。いや、怖かったねー。引っ掛け釣りとかもさ、結構難しいんだなと思ったよ。金魚すくいより全然むずい。食べれんのかなって思ったもん。調理してもらったアジフライは、なんか自分で取ったからかわかんないけど、もう本当に最高に美味しくて、もうお腹いっぱい食べたもん。毎回ね、なんかね、このさ、フブミコメットさんさ、遊びに行った後に、なんかスイちゃん家で、こう食べるわけ。なんか食べるつもりはもともとないんだけど、ぬいぐるみをね、ほのみこさんのデートの時に、二人で買ったんだけど、そのぬいぐるみを、すいちゃん家に忘れてきてたわけ。なんか、ほのみこデートの時も途中ですいちゃん一緒に来て、その後、すいちゃん家に行って、なんかお話ししてて、みたいなことやってたから、着忘れてたわけよ。だからそれを取りに来いっていう感じで、取りに行ったの。食べてたんですけど、そしてやっぱビジネスだから、ミコメとはそもそもね、まあ、ビジネスの話をするわけ。ビジネスの次はどうしますか感じの話をするじゃん。そん時になんかフブミコメとでなんか企画の話をすることが最近すごく多くて、番組とか見ながら、あ、こういうのもいいねみたいな、こういう企画もおもろいねみたいな感じでなんか話してた。どんどんまた次の企画とかに増えてきて、まあそういう感じですよね。止まらないビジネス会議。ふむさん最近企画多いね。そう、なんか企画するの楽しいって言ってたん。ふむさんすごいなと思うよ。こういうことやりたいなみたいな、すごい出てくるから、え、ふむさんすごいじゃん、すごいよ。そうやってさ考えれんのってすごいことだよねみたいな感じで話してたわ。楽しかった。あれだわ、スイちゃんにさ、ふぶみこ青くゆの切り抜き見せて、バカ笑ってた。バックルームのやつちょっと見せて、笑ってた。おもろいよなーって。あれ多分スイちゃんが来る予定だったんだよね。うん、違うよ。あれ実は、スバちゃんだったんですけど。ほんと対談の企画をね、その時にやろうと思ってたんだけど、いろいろなんか、ごたり、また対談別の日にして、なんかゲームやるかって感じになったんだけど、いや、スマちゃんさ、土日はさ、やっぱ長時間のやつやってるじゃん。だから、3人できるゲームで短いゲームなかなか見つかんねえなーってなって、今回は、じゃあ、ふぶみこさんでまた別の人誘ってやるわ、つって、ゆっくり休みなーって言って、大変だったと思うから。で、探したら、青くゆが捕まったっていう。どっちにしろやばそうだったよね、本当に。いや、バックルームめっちゃ長かったからね。あれは、本当に英断だったなと思う。マジ英断だったわ。あれから7時間だからね。終わるタイミングなかなか難しいかな。よかったわ。ねえ。また新たな青く言うとのね、一面というか仲が良くなって楽しかったよ。